皆さんこんにちはこの動画では猫を飼ってる人とかあと捨て猫とか野良猫のレスキューをされてる方にすごくおすすめのチャンネルがあってそれを紹介したくてこの動画を作ろうと思いました。うとアメリカではキトゥンレディっていう,いう YouTuber さんがいるんですけど彼女はすごく有名であのほとんど 猫好きの人は知ってるぐらい超有名な人なんですけどただ有名とか動画のクリエイターっていうだけじゃなくて本当に毎年何千もの子猫の命を救ってて彼女の YouTube チャンネルを見てると本当に消化ができない子猫ちゃんとか後ろ足がない子猫とかいっぱい健康上の問題を抱えてる猫もなんとか救おうとしていろんなもう本当にベストを尽くす人で。 あの私はコジマルを飼う前に、あのー、彼がとても小さい状態で <laughs> 来るのでどうやって子猫の世話をしたらいいか一から学ぼうと思ってそういう情報を探してる時に見つけた人なんですけど本当にあの教育的なチャンネルで子猫の世話の仕方とかもしっかり教えてくれるんですけどそういう過程アニマルレスキューにおいて生じる問題とか あとやっぱりすごく悲しいやっぱり安楽死させなきゃいけないぐらいひどい状況の時もあるんですけどそれでもあのハンナショあのキトゥンレディーって手に呼ばれてるんですけど本名はハンナって言うんですけどそのキトゥンレディーは本当にいつもベストを尽くしててそれをただ見てるだけでも私はすごくなんか勇気とか励ましをもらえて。 なんていうかな私は家事の合間とかあと夜リラックスする時とかにも彼女のビデオを見てて本当に猫好きの人ににはめめっちゃおすすすなチャンネルです本当に子猫がもう可愛すぎてあの見てるだけで癒されるしそれ以外にも猫飼ってる人には意外に知らなかったなんかこう盲点っていうかいろんなヘルスケア猫に関するヘルスケアの上の勉強もできるので。 おすすめです。あの私はまだこの本持ってないんですけど。タイニーバットマイティっていう本もオーディオブックもあるみたいなので、私はオーディオブック買おうかなって思ってます。うん、紙の本だとね。あの何て言うかな？人間でもあるじゃないですか。幼児用のなんか家庭の医学みたいな。そんな感じですね。なんか猫の医学みたいな本で。 私はあの全部くまなく読みたいのでオーディオブックを買おうと思います。これ中身も日本ではこのカレンダー買えないかもしれないんだけどアメリカに住んでる人ならアマゾンで買えます。で今は2021年の年末なのでちょっと安くなってて25%オフでさっき見たら12ドル約12ドルでした。もう私は2022年のカレンダーを 明日予約しようと思ってます <laughs>。予約っていうかウィッシュリストに載せておいて、旦那に買ってもらおうと思います <laughs>。あのー、猫をケアするスモールティップみたいなのもこのカレンダーに含まれてて、本当に全部カラーなのがすごいと思うし、紙の素材もなんか結構ナチュラルで。 この後ろをメモとして使えたり友達に手紙書いたりするのにも使えると思うんですけど私はこれ今年が終わったらアフォメーションあのポジティブな宣言を書くのに使おうと思います結構ねあの私はヨガが好きなのでヨガ哲学とかヨガナンダの言葉とかあとエックハルト・トールの言葉とかあと。 あと聖書の御言葉とかあと励ましになるような言葉をなんかこう毎朝なんかこうちょっと見,見るのが好きなんですね朝ごはん食べた後とかにだからそういうのをメモするのとかあと本当に料理のメモもよく取るので料理のメモとかするべきなんかマストトゥ・ドゥ・リストみたいなのも書くのにちょうどいいサイズなのでこれはメモに使おうと思います。 あの、ね、キっとンレディーのビデオでは本当にめっちゃちっちゃいネズミみたいな猫がどんどん成長していくビデオとかあと猫のなんかおもちゃの作り方家で簡単に作れるおもちゃの作り方も参考にして私は小島にたくさんおもちゃを作ったんだけど本当にそれも好評小島に好評なのであの日本語英語英語を学んでる人にもすごいおすすめです。うん なんか私も知らなかった猫のなんかこう病気の名前とかあの知らなかった単語もたくさん学んだ気がします。なんかこうキッドンレディーさんは本当にクリエイティブで靴下で子猫の服作ったりあと紙で猫の冠作ったりしてなるべくなんかこう。 あと手術を終えた猫にもなんかこうリワードをあげたりご褒美ご褒美になんかこう服を作ってあげたり本当にクリエイティブな人だなと思います。結構見てたら本当にこうなんかこう感動して私は泣いてしまうようなビデオもたくさんありました。 彼女の目的はなるべくたくさんの命を救うことなのでどんどんアダプションに出すんですけどあのどんどん募集する彼女の猫を引き取ってくれる人を募集するんだけどそれはまた新しいスペースを作るためでどんどん出ていく猫がいたらまた新しい猫のためにスペースができるから私はなんかこう兄弟別々にアダプションされる時でも してもらえる人がいるときはそうするって話してました。本当にね、英語の勉強をしてる人で猫好きのの人には超おすすめかもしれません。あの多分見てるだけですごくもう可愛い子猫がたくさん出てくるので見てるだけで癒されるし、あの自分の猫の健康ケアをする勉強にもなるし、あと英単語も。 学べますやっぱ日常で使う言葉ばっかり彼女は話すし彼女の英語はすごいクリアに聞こえるのでうんそう英語の勉強してしてる人にもおすすめです。<laughs> ハッピー,カナィー彼女は何かこう豚とかもよく世話してますね犬もワンちゃんも。多分ちっちゃい時から動物が好きな人なんだと思います。 これは多分ねあのドネーションで誰かが作ったあの猫のベッドだって言ってた気がします。なんかすごい素敵なベッドですよね。<laughs> 結構大人になってから手作りがすごく私は好きになりました。私もね小児まりになんか服とか作ってあげたいんだけど。 不器用なので、あんまり大したものは作れないんだけど、何か。あの。あの冠は作ってあげようと思ってます。<laughs> このね、紙の冠ぐらいは作ってあげられるかな。んうん。う本当にアニマルレスキューしてる人には、すごく参考になる情報がたくさん。 彼女の YouTube にはあります。キットンレディーで検索したしたらすぐ出ると思います。<laughs> 本当にね、猫一匹世話するのもすなんかす。 1> 猫一匹なら全然大変じゃないんですけど本当にあにたくさんの猫を世話してるのででただ健康な猫ってわけじゃなくてちっちゃい本当にこう生まれたての子猫ってこう温かい機会に入れたり毎日体重測ったりあの何時間かおきに。 ミルクあげたりしなきゃいけないので、本当に体力がいる仕事だと思います。で、多分猫、猫好きの人は。たくさんなんかこう野良猫。で、飢えて死んじゃう猫とか。あと。 なんかこうなるべく命を助けたいっていう思いはあると思うんですけどついていかない部分があってあのみんながみんなそういうアニマルレスキューの仕事できるわけじゃないしうんなんかこう旦那,旦那も言ってたんですけど本当にたくさんの猫を救いたいならまず君は億万長者になるべきだって言ってて本当にそうだなって思います。あの 気持ちも大事だけどやっぱりこうなんかこう他人の協力以外にもやっぱりこうファイナンシャルなサポートも必要だと思うのでそういう面でもそういうなんかこういうちっちゃいものをそういうアニマルレ,シキレスキューが,だが出してるグッズを買うとか少額でもいいから寄付するとか。 なんかこう自分にできることをするのが大事だなって最近は感じまするはすっかりおです私は他にも3匹実家に猫飼ってて1匹はもう死んじゃったんですけどそのうち2匹は捨て猫でしたまだペックンとねチーコっていう猫は。 生きてるんですけど私はもうペックンが本当にネズミみたいな時から哺乳瓶で育てたのでなんかこうキトンレディが哺乳瓶でいっつもちっちゃい猫にあのミルクあげてるのを見ると、うん、その頃を思い出します。コジマルはねもう赤ちゃんじゃないんだけど夏場は本当に夏バテするので哺乳瓶でお水あげてます。 この子はもう1歳だからね人間で言ったら多分20歳20歳なんですけどまたすごいいたずらっ子ですごい高いとこに登ったりするのでちょっと怪我しないか心配 <laughs> になります今日はちょっと長くなっちゃったんだけどビデオ見てくれてありがとうございますとじゃあ興味がある人はキットンレディで ぜひ検索してみてみください。本当にねあの子猫飼ってる人子猫っていうか猫飼ってる人には本当におすすめのチャンネルです。英語わかんないとしても、うん、見てるだけでこうあの、うん学ぶことがたくさんあると思います。じゃあねおやすみなさい。またね、みんな。 より。じゃあ、おやすみなさい。バイバイ。